全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた地盤の競走馬、最も強い1頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、内から押して3番シルヴァンスワーク、14番アウロフラメアかわして先頭、2番レップーザ先頭に入れ替わります。その後は12番ミレニアムマシリカ、各馬1コーナーに入っていきます。外を抑えて15番スノーゴールドラン、内側9番スカーレットキング、6馬身相手5番キジョン、その外17番ナウスエアロ、8番サラー真ん中あたりにつけています。外から13番伊豆の黒イルカ、それから11番シュータボーイ、これから向こう上面に入ります。1馬身相手6番ミルキーベリー、内から1番エンド・オブ・残月、続きまして16番ダイライク、 1000m の通過タイムは1分0秒4、内から10番ベストスターライト、18番チャンス・ノブタ、内から7番クレスト・ドリーマー、最後方は4番ミキレディ、各馬冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。ここから先頭までは10馬身以上、先頭変わってレックーザ、後ろに12番ミレニアムマシリカ、14番アウロフラメア好位をキープ、15番スノーゴールドラン、各馬大欅の向こうを通過、内抑えて9番スカーレットキング、1番人気3番シルヴァンスワークこの位置、7馬身相手5番キジョン、7馬身相手17番ナウスエアロ、4コーナーをカーブし直線コースに入ります。レップーザわずかに先頭、このまま2頭の一騎打ちとなるのか。400を切って先頭ミレニアムマシリカ、その後レップーザ、ミレニアムマシリカ抜け出した。レップーザ少し離れて追走、あと200、レップーザ、レップーザ迫ってくる、レップーザかわして先頭に立った。レップーザ先頭でゴールイン、勝ったのはレップーザ、鞍上は古川奈穂騎手。レップーザブリーダーズカップを制しました。2着ミレニアムマシリカ、3着は混戦の模様です。